はいどうもおはようございます、みやたんです。今日は雨降ってますけども、またまた蓮田のサービスエリアに来てます。で今日ね、今トレーラーが空いてたんでね、ここ止めてるんですけども、今日はエアサスの日野乗ってるんですけど、日野のエアサス下げた時上げた時、純正の時フェンダーとその箱の高さの間に指が何本入るか、もしくは握り拳が何個入るかっていうのを今から検証していきたいと思います。はい、これがね、純正の状態ですね。普通の高さの状態です。エアサスは何も触っていない状態の、泥除けと、箱の高さですね、この隙間、ここですね。ここがよくみんなするんですよね。はい、でここは指何個入るかやっていきます。まず余裕ですね、2本は入りますね。3本余裕ですね。4本入りますね。はい、4本入ってまだ隙間がちょっと空きます。5本はちょっときついか。4本入ります。はい、日野のトレーラージャパンの日野のヘッドは、純正の高さ、エアサス触ってない状態で泥除けと箱の間は指4本すっぽり入ります。で握り拳は入らない。はい、それではエアサスを次ね、下げたら指この4本が何本になるかやっていきたいと思います。はい、まずエアサスコントローラーですね、これ電源を入れます。でこれで上に上げたり下げたりします。でこれで、元の位置中立に戻すことができます。でまずはエアサスを前回下げていきましょう。エアサスを下げます。下げるとこんな感じですね。いきますよ。はい、下がっていってます。一番ベタベタまで下げます。はい、はい、この状態でここのね、タイヤとフェンダーの間が、まあ、指がスッと入るんですけど、これ今沈みましたね。これでエアサス前回下げました。そしたら泥除けとこの箱の間がさっき指4本入ったじゃないですか。でこれでどれだけ入るようになったか、まあ、もちろん指4本はスッと入るんですけど、これ指5本入りますね。じゃあ握り拳はどうでしょう。握り拳横は余裕で入る。じゃあ立てたらどう。立てた握り拳は入ります。縦の握り拳が入りますよ。ほら、横でも縦でもで指で言うたら4本余裕で5本も入る。はい、これエアサス全部下げた状態です。とりあえず一旦中立に戻します。真ん中に一旦戻します。はい、続いて最後なんですけども、エアサスを一番上のマックス目いっぱい上までエアサスを上げたいと思います。いきますよ。はい、エアサスを目いっぱい上まで上げます。上がります。めっちゃ上がってます。はい、これ前回上がりました。上まで上がりました。はい、だいぶ空きましたね。今度はタイヤと、フェンダーの間がめっちゃくちゃ空いてますよね。これなんかもう頭入るんかなっていうぐらい空いてますよね。で問題はここじゃないんですよ。僕が見たいのはここなんです。箱のシャーシとこの泥除けがよく干渉するんで、エアサスを目いっぱい上げると指何本入るかやってみましょう。はい、それでは、指4本やってみます。まあ、全然入んないですね。で指3本やったらどうでしょうかね。あー、3本でもやっぱり指がこうなるからあかんね。3本きついね。で指2本、あ、2本やったら入りますね。はい、指2本とちょっと上隙間こんだけ開くぐらい、エアサス前回上げた状態で指2本とちょっと開くぐらいです。でこんだけ狭くなります。でこの状態で荷物乗ってて、あのハンドル右とか左とか切ったら、まあ、ここがよく当たるんですよね。まあ最近のではね、この裏側にね、ここの中にね、ここによくね食い込んで、この中に入り込んで、この泥除けがベローンってめくれてバリバリってなるときあるんですけど、最近ではこの裏側にね、こうやって巻き込まないように、こう鉄板がね、こういう鉄がね、泥除けが中に噛まないように鉄がここにね、裏に噛まされてるっていうね、
うん、でもやっぱりここは擦りますよね、傷がね。やっぱりみんな大体トレーラー乗ってたらね、ここ擦ってる方多いです。はい、なんでね、まあなんかみんなのね役に立てたらなと思ってね、そんな感じですよ、ね、手が指入るかなぐらいですよ。ここは一応指1本分は入るんですよね、こうやって、ね、ちょっと手真っ黒になってきましたけど、はい、仕事してるってことで、はい、でここで、握り拳がエアサスを全部下に下げることによって、こことここの間が広くなって、握り拳が縦でも横でも入る、ね、指でいうと4本、5本入ります。はい、はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、皆さんね、エアサス日野の高さ参考になりましたか？はい、ということで次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。